ゾヤ・チャウシェスクと母エレナ1949年、ブカレストにて、父、ニコラエ・チャウシェスクと母、エレナ・チャウシェスクの娘として生まれた。ジョン・モネ高校に入学し、後にルーマニアの首相となるペトレ・ロマンと出会う。ゾヤはペトレに恋するも、母、エレナの手で引き離されたという。ペトレはフランスに留学し、二人の関係は終わりを告げた。後に、婦人科医のドン・ヴィンツェに恋するも、ドンはハンガリー人であり、エレナは娘の恋愛を許さなかった。1966年にジョン・モネ高校を卒業後、ブカレスト大学数学部に入学し、数学の勉強を続けた。1977年には、シピリアン・フォヤスによる指導のもと、博士論文、On Intertwining Dilationsを上梓し、博士号を取得している。ゾヤは、ルーマニアアカデミー数学研究所にて、研究者として働いた。彼女の専門分野は、関数解析であった。だが、母エレナは、数学の研究に従事する、娘の姿勢が気に入らず、1975年に、同研究所は閉鎖された。また、自国の状況が悪化しているという学生たちの意見に、ゾヤが同意し、そのことを知ったエレナは不快になったという。研究所は、ルーマニア革命後の1990年に再建された。その後、ゾヤは、インスティトゥートル・ペントルー・クレイティス・タインティフィカ・シテクニカにて、数学部門を設立し、そこの長として働き始めた。1976年、数理科学への優れた貢献を果たしたとして、ゾヤはスイミオン・ストイロー賞を受賞した。これは、ルーマニアの数学者、スイミオン・ストイローに敬意を払う形で設立され、数学の研究で業績を残した者に授与される賞である。1980年、ブカレスト工科大学の教授で、技師、ミチャ・オプランと結婚した。ルーマニアで革命が勃発している最中の1989年12月24日、ゾヤは科学技術創造研究所で働いていた。彼女はアニ・バレンティン、弟ニクと共にルーマニア経済を弱体化させたとの名目で逮捕され、拘留された。ゾヤは1990年8月18日に釈放された。革命後のゾヤは控えめに暮らそうとしていた。釈放された後、ゾヤは職場に戻ろうとするも拒否され、受け入れられることはなかった。数学者としての道を閉ざされた彼女は、自身の運命を受け入れ、身を引いた。革命後のゾヤはすさんだ生活を送るようになり、多くの愛人がおり、しばしば酒に酔っていたと報じるメディアもあった。ルーマニア新政府がチャウシェスク一家が住んでいた建物を国民から奪い取った富の象徴であるとして、接収したことで、ゾヤは友人と一緒に暮らさざるを得なくなったという。ゾヤによれば、母エレナは、セクリターテに対し、ゾヤを含めて、子供たちから目を離さないよう頼んだという。これについて、母は、愛情というものを履き違えていたという。セクリターテは、チャウシェスクの子供たちに直に接触することは、できなかったが、セクリターテが提供した情報は深刻な問題を、数多く引き起こした。また、ゾヤは、権力が父に有害な影響を及ぼし、父から正常な判断力を奪ったという。両親が絶大な権力を振るっていた頃でさえ、ゾヤの生活は快適なものではなかった。ゾヤは、風景の中に溶け込む、目立たない存在であり、数学の研究に専念しようとしたが、それは叶わなかった。ペトレ・ロマンは、ゾヤについて、私的な女性であり、両親が権力を握っていた頃の生活に不満を抱いていた。彼女は両親の元から離れたがっていたと述べている。ゾヤは銃殺刑に処された両親の亡骸は、原茶墓地ではなく別の場所に埋葬されていると信じていた。ゾヤは原茶墓地に埋葬されていることを示す明確な証拠がないとして、両親の遺体を発掘できるようにするための法的措置を取るも、敗訴した。その後、アニ・バレンティンが、ゾヤの起こした訴訟を引き継ぐことを発表した。ゾヤは、かなりの喫煙者であり、1990年頃から肺がんを患っていた。癌細胞は肺と喉頭から血腸直腸領域にわたって手にしていた。ブカレスト大学病院に入院した彼女は、その後合併症を発症した。担当した医師によれば、手術のしようがない状態だったという。2006年11月20日、ゾヤはブカレストにある自宅で亡くなった。57歳没。ゾヤは1976年から1988年にかけて22の科学論文を発表しており、以下はその一部である。ありがとうございます。